毎日新聞からこんな記事を読むとは、吉本岡本社長記者会見。はい。5時間にも及ぶもうロングランの長かった、ね、大記者会見でありましたですが、はい、しかしですね、僕もあれを何回かいろいろ見せてもらいましたですが、はい、各マスコミともですね、うんうん、なんか編集する場所に困ってるみたいなね、なんかみんな違うところ違うところがこう、ね、取り上げられてるんですが、はい、5時間はちょっとすごい。いずれにしろね、はい、5時間やったら相当なことがわかると思うんですが、うんうんうん、はっきり言って何にもわからへん。あないにね、あないに焦点のボケた、うん、やっぱ記者会見ってのは珍しいと思うんですよ。全部見てないからな。で、はい、配下に6000人の芸人を抱えるね、はい、その会社の社長が、あんなたどたどしい発言と、それから聞かれてることと答えが、あっちゃむ、あっちゃこっちゃで方向違うんです。多分ね、準備不足ですよね。いや、前の日に準備不足じゃないです。あれは僕らに言わせたピント外れ。わざと外してるのか、もともと外れてんのか、いや、なんかおかしい。じゃないけど、まあ、ちょっと、口下手ちゅうのは、まあ、弁護するわけじゃないですけど、ちょっとありますね。あまり表だってね、あんまり喋る人じゃないみたいで。大崎さんの方が喋りはるからね。僕は、年に一回だけお茶飲んだり、はいはい、ご飯食べたりする人なんですけど、うん、もう、正直言って、もう十何本俺年上でしょ、はいはいはい、で、彼が入った時はすでに僕漫才ブームで、はい、だから、そこの多分位置関係は彼の中に、うんうん、他の人の中にあるから、うんうん、背中まっすぐで、絶対背中持たれないんですよ。うん、はい、で、そのままっすぐで、で、あのね、アメフト出身で、その辺の序列は、体育館、ね、すごいですよね。凛として喋らない。うん、で、僕が聞くと、誠実に目を見てずっと答える。だからね、一対一に強くて、多分、複数にいてると、どういうところで喋っていっていいかが、ちょちょ舞う。すごい、突っ込みやしね。あのね、ピントが追ってなかったよ。そうなんですよ。吉本って喋りを専門にする人ばっかりを相手に、ね、扱わなかん仕事の人なのに、前の亡くなられた林博明さんという、はい、まあ会長。林会長ね。僕らが入った時部長でした。はい、で、専務になってこういう。あの人も赤かった。ボロボロ。あの人も赤かった。もう喋ると外す。どうぞ。空振る。はい。だけど、ものすごく可愛らしい人だったよね。可愛らしい、可愛らしい。こないだ失礼なんやけど。だから、似てるなってちょっと思った。はいはい、昨日の会見見てて、まどろくしかった。うん、俺は、岡本ちゃん、頑張ってや、ちゃうやん。そんなんちゃうやん、頑張ってや。で、今大事なとこやで、ここ。どうぞ。ああ、なんでそれやろ。だから、ちょっとね、ファミリーっていうのは僕ら世代までが思ってるのかなって感じた。そうそう。だから僕はね、近藤さんには悪いねんけど、世間の人にもう何やねん言われるかしらけど、エール送ってて、ちゃんと答えてくれ。で、説明してくれ。で、奴らに対しても、しでかした子たちに対しても、きちっとした。はいはいはい。理路整然と喋ってくれ、そのためにおる弁護士やろと思ったの。あの弁護士がポンコツやろ。ちょっと若いしね。ちょっと若いしね。だからね、テレビ目線とちょっとちゃうんだけど、もうちょっとしっかり喋るためにやろ。藤原。そうそう。いや、藤原くんもね、ええ子なんだけど。お前がアウトやねん。藤原くんもちょっと口下手なんすわ。だって、あれ、だって、岡本社長に輪かけて下手くせやん。藤原くんは大好きやねん。大好きやねん。でもええ子やから。いやいや、いやいや、あのね、好き嫌いは別です。いやいやいや、そうやねんけどね。シルクちゃんとかも、俺らぐらいのキャリアの年齢のおっさん。おばちゃんの芸人意見でね。はいはい、で、そっからね、ダウンタウン君まで開くのよ。そうそう。で、ダウンタウン君から、下の科の加藤君なんかね、なかなか、はいはい。ものすごいこと言ってるよね。ちょっと相方が、ね、割ときついこと言ってますよね。首になったりしてますからね。うん、だけど、ちょっと温度ちゃうね。ちょっと違うんですよ、ほんまに。だからね、怒りの持っていきようが、それぞれのその時代によってね、芸人さんの言ってるいろんな発言があとあちこち新聞出てますけど、それはその人の年代によって言ってるかのことが少しずつ違うんです。それは当然ですよね。お前テープ取ってんやろな、っていうのは、
お前キャラあげてほしいんかい。俺と喧嘩に勝ったらあげたらって言ってたね。あの吉本の、ね。そう、そうですよ。昭和の、もう時代だから通用したことを、岡本さんは、ね、後輩に言っちゃうと、ね。それを聞いてきて育っとる。偉いさんに言ってるから、通用するも言ったんやろな。多分ね、あれで待っとるだろ、お前。岡本さんは、今までそういう、その突き詰められたような場面っていうのを、あんまり経験してないんですよ。多分そこのね。ね。それとね、今の時代、というのと、そう、ちょっとずれが。前の自分の知ってる時代と。タイムラグがある人はあるわ。私らもしょっちゅう首は言われましたよ、そんな言うから。あの、現役でいて、自分がそのマネージャーとか、そういうものでこうね、芸人と接していて、現場でやっていた時代の感覚が、もうそのまま続いてるような気でいるんです。ね、だけど、今、世間的にはもうどんどん変わっていってるから、ねそれが通用せえへんというのがまだ分かってないのに会見したから来ない。子供もね傷つきやすくなってますしね。周りの人間がもっとちゃんとやっぱり今の状況とかどういうことを言うべきだとかどういうことを言うたらあかんのやとかっていうことをちゃんともうちょっとちゃんとせないかん。だけど社長がそうだと副社長もまたそのねそれに若みたいな副社長が出てくるし、もうほんまにね。だからね。それはこんちゃん、まあ知らんから言えるけど。そうそうそう。うん、でも、副社長はしっかりしてるよ。見てるみたいって。うん、俺は。いや。もうほんまに。そうや。だから年末の笑ってはいけない。あれに、パロディでほんまにこれ出てくるんちゃうかって。そう。おぉ、ぐらいの社会でやってる、俺の中でね。そう。だから、ほんまにね、なんか、まあ、宮迫くんと田村くんの、その、あれがね、あの、記者会見が、ものすごいシビアな記者会見やって、で、涙ながらにこうしてやって、あの話した会見だったから、はい、それに応える、比べたらね、その吉本側のね、なんかそのピントの外れたね、あれはやっぱあかんやろ。みんなが聞きたかったことはね、と、あの、彼らがしでかしたこと、そのことに対して、あの、調整をしている最中に発した、吉本の高圧的なあの態度と発言と動向は、それは日常普通にある吉本の体質ですか、それとも、あれはどういう意図で言った言葉ですか、いや、ちょっとね、あそこでね、あの、闇営業の話からずれた気がするんです、論点が。あれは会社攻撃になっちゃいますね、あれはやってはいけないことやからね、彼らが、そもそもあの営業に行ったことやから、発端で起こったから、闇営業に行ったことはね、で、この時代に行ってしまった、で、そのことに対して会社が静観、これ僕ね、ちょっと皆さんと違うのは分かるんです、第2、第3、第4弾、第5弾が出てくる可能性あるときに、結論をね、そうそう今ここで出す必要はあるのか、君らの清廉潔白のさ、こんな思いでしたわ、言う必要わかると、やろうけど、今で出してええか、どう思うっていう言い方したいのに、テープ取ってんやろな、お前ら。そうそうそう。お前俺全部首飲んの、俺力あんの、お前やってるか言わねえ。これは昭和の芸能者の時の。そのね、その言葉ね。そうなんです。テープ回してええねんやろなとか、お前らみんな首にする力俺あんねんぞ。これはね、僕らが知ってる、やっぱあの、あの時代のマネージャーとかね、芸能プロダクションとかの連中が、芸人に対して言う言葉である。それは僕らが実際見聞きしてるから、そういうのもわかるんですよ。で、その時代の芸人さんには、それ時代、強かったの。あの時代はあれで通ってたから。で、俺らで。そう。何言ってねえ。その時は、あれでした。あらしゃ、すいませんって帰りながら、ね、水道水線の中で、師匠覚えとけ、この野郎。私なんか首に刺されたりありましたけど、大崎さんが直接首って言われてましたけど、次の日行きましたもんね、邪魔劇場。何行くぞと思って。そうそう。平気で首言いましたよ。首って言われたって行くぞと思って行きましたもん。ガム行きたいんで、2月の何日から休み、あ、一週休ましたら。もうそんなしょっちゅう。しょスケジュールのとこ全部消せ。全部消せ。わあもうええ、もうええ、もうええ。もうええ、もうええ。そうそうそう。いや、もう、それみんなおる前で言うねん。言います、言います。平気で言いますから。いや、昔はそうやった。だから、いや、だから昔は良かったというんじゃなくて、今の時代にそれをね、乗っかってましもて、ほんで、それとちょっとね、切れた思うねん。ちょっとね。まだこんなことしてんのか、お前。はい、お前らまだこれ片付いてんのか。はい、何をごちゃごちゃやってんの、お前らが元やろ、原因は。はい、お前、消すぞ、これ、お前ら、全部。っていうね。昔の感覚で、ちょっと、カッとなって。ちょっと言っちゃったね。
行ったけど、二人の、あの、芸人との、岡本さんとの間の温度差が、あ、ありすぎない、ちょっと。あ、でもあったんで通用せえへん。そう、日頃からあんまり、ね、うん、親しさがなかったんでしょうね。なあ、俺らの時代のエレベーターの中で、あの、げんこつされて、はい、あの、新地のママのネタやったんや。はい、で、喋った時に、はい、ほんまにあるクラブの名前言うてしもて。おで、まあ、ほんまにおるママの名前言うてしもて。おぉ、知らんかった、偶然。ほんなら、あの、林。会長が。会長がいて。で、げんこつして、うん、お前、実名で言うな、こら。コン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 って、エレベーターの壁のとこに押し付けられてて、こっちにコンコンコンやね。ほんで、俺、すいません、すいません、偶然なんです。偶然なわけあらへん、お前。素人さんや相手は実名だって言って、俺ね、ジャブで、で、こっちにコンコン、でも終わってから考えたら、そやば。あれ、ブラックかけるで。やったらあかん。それはそうですね。で、終わってから、わかったかって次劇場来はって、飲みに行こうか、そこへ。言うてくれる人が。そうそう。今はもう、岡本さんと、彼らの間にそこの距離感がなかったからね。ないんだ。ね。だって社長って遠い存在ですよね。今はね、あの、吉本の社長がね、どんどん上に上がっていってしまってね、なんかみんな偉い人でも会われへん人みたいに思ってる。雲の上みたいにね。そら6000人もおりゃね。そうです。大概の人会わへんから。会わないまま終わる人もいますよね。加藤君は言うてたやんか。あの、大崎会長と、岡本社長はみんなビビってる。怖がってますよ。いや、当たり前やと僕はもうね。そう、社長とか。林正之助さんが現れただけで、俺の水戸黄門マジで現れてるし。はぁはぁはぁ。もうあの杖見た時にね、いつ、どつかれんねやろ思って。でもどつかれた方がご利益やから。やっぱり、林さん、林正之助さんっていうのは、独特のそのなんかオーラ持っててね。はい、それで、やっぱり、その貫禄というか、はい、周りを圧倒する何かがあったんですよ。ありました、ありました。松下幸之助さん。はい。で、あの、芸能者とは全然ちゃうけど、その無言の、ものすごい威厳も、俺、あったような気するね。そばに寄れないぐらいの、ヒリヒリ感。だからカリスマ経営者。そうそうそう。で、僕は、怖がってます、ビビってますは、僕はいると思うね。あの、ましてや、悪いけど、昔僕ら言われた、虫けら。芸人目指してくれるやつなんですよ、虫けら。で、自分の思うてて、ほら、みたいな虫けらや。けど、五寸の命は持っとると。五分の命は持っとるって言ってその、そういうと思っててやってたから。ずっと返すか、重大話もね、芸人にお金やるぐらいだったら税務署に納める言うて。言うてずっと言われましたもん。お前らみたいな虫けらは、一丁前に車乗り上がってね。車こうて、こうだらけ怒られた。